こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を楽しく勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、こんにちは。皆さんお元気でしょうか。今僕はなんとトルコにいます。はい。昨日無事トルコに着きました。シンガポールで乗り継ぎをして、そこからトルコのイスタンブールまで来ました。はい、飛行機の時間はですね、11時間ぐらいでした。はい。と実はもっと短いと思ってたんですけど、はい、11時間だったので結構長かったですね。はい。まあ、たくさん寝れるようにと思って、まあ、直前にシャワーを浴びました。はい、シャワーを浴びて体温を上げました。寝る1時間半ぐらい前にシャワーを浴びると寝やすくなるそうです。はい。これは奥さんから聞いた話です。はい。それでちょうど1時間半ぐらいまで、1時間半ぐらい前までにシャワーを浴びました。飛行機に乗る前にちょうど眠たくなったのでいい感じでした。飛行機は結構大きかったんですけど、乗る人は少し少なかったので席も空いてました。隣の席が空いていたので気を使わずにぐっすり寝ることができました。そして気づけばあっという間にトルコに着きました。はい、今週からは日本語のレッスンもいつも通りします。はい、ということで、今日はこれで終わりです。はい、また次回からトルコでのポッドキャストを撮っていこうと思います。はい、今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。